典型的な佐野ラーメン。佐野ラーメンとは、栃木県佐野市を中心として食べられているラーメンであり、関東地方のご当地ラーメンの一つである。佐野市の近代の重要な食文化である。佐野ラーメンの特徴、青竹内だけを使って麺を打つ、青竹内の平麺が特徴。これは青竹に足をかけ、竹の下に麺の材料となる、練った小麦粉の塊を置き、 体重をかけて伸ばしていくというもの。麺は腰が強く、太さは中太から細麺、平打ちなど、店によって異なる。なお、竹打ちが特徴の佐野ラーメンではあるが、竹打ちを再現できる製麺機も登場しており、必ずしも全ての佐野ラーメンが手打ちの竹打ちというわけではない。コクのある醤油味が特徴とされるが、店によって鶏ガラであったり豚骨であったり、 東京ラーメンに近い、透き通った醤油スープ、醤油が若干入った、塩ラーメンのようなもの、みりんで甘みをつけたものが存在する。具材についてはチャーシュー、刻み長ネギが入ることが多い。発祥地である、栃木県佐野市とその周辺地域に多いが、北、関東を中心に、かなり広範な地域で見られる。栃木県外でも隣接する群馬県南東部、茨城県西部のほか。 埼玉県内でも、荒川、JR 高崎線伊東の地域では、ラーメン店の数に対して比較的よく見られ、埼玉県内の道の駅である道の駅昭和にも、佐野ラーメンを提供する食堂が存在する。佐野市の近隣の高速道路の SAPA 内のレストラン、軽食コーナーでも提供されている。土産物としても首都圏では、後半に SAPA や道の駅、 ターミナル駅などの土産物店などで2から4食、箱入りセット商品などを中心に販売されており、その他の地方などでも北関東の物産店などで販売されることが多々見られる。へしゃげ麺職人の佐野みのるが創業したラーメン店、品蕎麦屋で供されるラーメンのことを佐野ラーメンと呼称することもあるが、佐野実は神奈川県横浜市出身の人物であり、 品そば屋も神奈川県で展開されている店舗のため、関連性はない。ありがとうございます。